いきましょうか今回はパスファインダーくんでねやっていくことですでもハントボードもねもう早いところでねもう8回目やったかな8回目でしかも今回はね航空支援っていうのが名前付いてたんでまあ多分空からバンバン撃ちまくるんちゃうかなっていう感じをねやってたんですけどねまあ一体どれほどものなのかまあ楽しいですねじゃあ上から遊びするか バトルのど真ん中降りたつで絶対死ねやそれどういうふうに行くんだろういやろあなんか見えるな,なんか,なかんあそこ行ったんやんかな,な,な、ね、結構なんかあれやんでも大変そうやな行ってみるかも なんか行くのが大変さやけどなこれなはいあ,あかんなんかあんのかな待ったっていつもなんか大体なんか落ちてんもんな何もないわえっ

アカンかと思った今痛まこれ、れえ痛くないえちしかも待って結構もうあるやんえ迫ってくるの速くないこれちょっとトロ取ってえっ受けてないんですけどちょっとこっと戻待って、え受けてないんですかそれは でやばいんかなさあどうだあここで止まるのかへえー、よかった止まってくれてもう止まってくれて、まあ、ドるかどうやってどうな時間だと思ってんあオッケーオッケーえ待って待ったこれやこれこれやば。か体勢に力が入っ止まってますかねオッケーオッケーあプラあ回ってくもれるやんいよえいえよ これが。オッケー、いいね。あ、あかんかも、あかんかもってて、やばいやばい、これ。え、敵、強ない。え、って、やばい、よし。 危ないオッケーくかってたまたまいで弾ないで、待ってんでわしはそっちの球を取ってこんかっと今なんでないでミントフ自分に言るも悪いけどこれかまだかまだなんだいや結構時間かかってんだこれまた当て当て待て OK ただヒールして行こうなんか嫌な予感がする 危ない普通にもうあかんかと思って今帰る家えてかめっちゃ痛かったなほんまにえな何かもらわなかった気のせいかなあかった危ない,危ないほんまに いやーやばかったマジ今回も <laughs> やっぱこう急に来られるときついねやってて思うけどほんまにふわっとなったもんねあそれじゃあ今回は一体どんな感じだったんでしょうねほんまに でもなんかもうこのゲームもやってると思うけどもうだいぶ佳境やなと思いますねストーリーモードねほんまにあ何もあったよこれ何これチャプター8不屈の保護者覚えている限りでは俺は出会ったやつのことをみんなブラザーと呼んでいった俺にとってはどんな奴だって人類は兄弟だしつながっているブラザーは家族なんだ そして家族が相手ならどんなだって守ろうとするだろう俺様はこの家族を繋ぎ止めてみせるただその前にヨーグルザー中に戻っていっぱいやらないか遠慮しておこう銀行が回復し変数が明らかになった彼女がハッカーに邪魔されることはもうないそれだけ十分だ俺はただ気の奥なんだ 俺が、S、らくらい、二十一とか二十二くらいの頃は俺も気にする奴なんていなくて何度も好きにやれた、あんたもそうだとのことだ。何しよう私とお前が歩うにきった人生は全くの別物だ。俺が言いたいのはあのガキ。デジェンドたちがよ、ずっと死に向き合ってるってことだ。当時の俺より思いもを背負ってる。だから。 これ以上負担を隠させたくはないんだよ。博士、わかるだろう。子供に見た青春など私の知ったことではない。<laughs> じゃあ、こう言ったらわかるから、俺はや弱い奴の味方なんだ。これまでも、これからも、ずっとだ。どうせただののんきでおめえたい野郎と思われてるだろうがな。へそれでも一部見たら、 俺は立ち上がる。どんなことがあってもな。聞いてるかブラザー。俺はコースティックを睨みつけた。瞬きもせずに、奴は視線を受け止めていた。なんとも退屈な男気を見せられたものだ。自分が守っているものが、労力に値するか考えてみたらどうだよ意味がわからないな、ブラザー。ミスパケットを考えてみろ。 彼女は純粋な心と天部のサインの持ち主だ。彼女を務めを阻む者は皆、人類の駅に帰りをなす。私には隊員のために彼女を時間と労力を守る力がある。だから必要な措置を講じるのだ。お前は私に協力を頼まれてのかそういうお前はどうなんだ。誰かを守ることと操ることは同じじゃない。あんたに守れなんて本人にとってはいい迷惑だ。 それをお前が言うとはな人々を守ると誓いながら、血チ血を争う戦い、に賛成いるお前がな。<laughs> これは俺の問題じゃない。問題、余計な人を行こうとしてるあんただ。私を観測しているだけだ。家族を生りわする者してなそれこそが私を守りたいものだ。<laughs> 彼女が異うへの道は歩み続けられるようクリプトの影響は、塞ぐ必要があった。彼女の人生が失われば家族 科学そのものが損失をかぶるだろうクリプトを渡そうに近づかないためだけにレブラントに情報を漏らしたのかレブラントには全てを話したローバアンドラーテが私の過去を探り放っておくべきムクロを放り起こしていたのだクリプトとミス・パケットの間に傷が生まれつつあるのを見て私は無罪を確固たると思うとし彼女に道を踏みに反させないために行動を起こした 一石二鳥ということだ。自白を求めているだろう。ならばくれてやる。私が私がやった。私が内通してた。これで満足か。よく平気やりな。何一つやましいことはない。彼女は自らのためを果たし、実は進化を続ける。きっとお前も感謝する。一時の心の痛みなど、小さな対象だ。人々を傷つけているだろう。 貢献が足りぬ人間はそれほどの価値しかない。守ろうとするのは勝手だがどのみちやつらは死ぬ。そしてお前だけが残される。どんなやつにも価値はあるんだよ。たとえあんたでもな、ブラザー。俺は結束の力を知っている。そうか。それなら自分だけのチンプな幻想を闇行に抱き続けるのではなけ。目の前の証拠を見てみたらどうだよ。この俺でさ。 白の言動には剣奥を抑えきれない。ジブラルタリよ奴らはみんな行ってしまったぞ。おののの交わらぬ道にな、自らを守るものを持たぬまま。そして、お前にこんなことを言いたくはないが、互いに思う気持ちを何一つ持たずにな、これからもそんな気持ちは持たないだろう。引き下がるな。立ち退くな。言い任されちゃダメだ。 太陽の光が遠くも俺は絶対に諦めない間にどんな雲がかかっていてもな俺様があいつを引き戻す絶対にな信頼かうん美しいなコースティックは声を潜め笑いながら立ち去っていったあいつは人の感情を逆手にする天才だそれは認めるがあいつは間違っている間違っないわけがない俺がそれを証明してみせる だから俺は招集をかけたチームの全員にバーに戻るようにきっとヤらは戻ってくる人は結束するべきだあいつらなら分かってるさきっとなバーはすっかり空っぽで静かだった一分一分が過ぎゆくのが嫌でも感じられた俺は暗い時を過ごしたことはいくらでもあるがそんな時は必ず一筋の光が差し込んでくるもんだ 必要なのはそれに気づくことだけそんなことを考えていると扉が開いたよしアースリアスがいたらこれを見てくれブラッドハウンドがまたピースを見つけていったバライエタルシェルだこれがレブラントの頭しか思えない私だけひょっとしたらあっちもキャニオンのレ闇レブラントのものかもな頭をなくしてみたことを言ってたしな ここまでして集めたのがただのスペースなんて悪いにしなんね。どうだろうな。この後にはまだ何かある気がするぜ。それをみんなが来ればわかるだろう。そうかしらね。みんな最後のピースを探しに一人で行ってしまった。この悪夢を終わらせるために。来ないっていうのか。そういうお前はどうなんだ誰も気はしないわ、自分らルタる。そして私も行くところがある。わかるわね。ああ、大体な。 こいつがここまで武装していくところなんて他にはない。あ,あいつ男に行くんだなそうだろ謎かけんには答えないわよ。ローバーを助けに行くんだろあ,あいつは嫌な女だし、消えてほしいのは確か。でも私を目の届くとこでも、誰も死なせはしないわ。ローバーを追い込んだ責任は私にある。私が彼女を生きて連れ戻すか、ロボットの首を取るか、二つに一つよ。 どっちにしても今日で終わる。これだ。どこでもかすから、一筋の光、力を合わせれば、人は強い。ここからが、明日の日が昇るんだ。壊されし、亡霊。壊れちゃうのレブランドさんはもしかして。はいということで今回はね、えー、ハントボード、第8話、航空なんたらをやったんですけど、 何一つ航空が何だったか分かんないし、なんなら、スナイパーライフルちょっと撃ってすぐ終わってしまったんで、航空とは何だったのかって素朴な疑問があったんですけど、今回はこんな感じでしたね。いや、でもね、だいぶなんか物語ね、収束していってるんでね、まあ、次はね、もっと面白くなるんじゃないかなと思ってね、まあ、来週は大ボリュームで、あの、お届けしようと思うんで、またよかったら見てください。ミントスでした。またね、バイバイ。